名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対先行チーム、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の柳、先行チームの先発は左の野口、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の柳登板です。どういった立ち上がりを見せるか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターはリー。第9投げた、初球はストライク、まずは決めてきました。1球目ストライクから、第2球投げた、決まった、ストライク、これで追い込みました。投球は3球目投げました、アウトコース低め、ボール。次が4球目投げました、打った、ヒットになります。リーナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。リースタート、ストライクになった、キャッチャー盗塁成功。ランナーを二塁に進められてしまいました。リプレイをご覧ください。さあ次の投球、内角低めいっぱい、ストライク。投球は3球目ボール、内角低め。第4球を投げました、低めボール球打った、柳ボールを取る、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げました、見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、鈍いゴロ、高橋掴んだ、アウト、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。投げた、初球打った、ボールはライナーでライトへ取って、これでスリーアウト、チェンジ。先ほどのプレーです。二塁までランナーを進めましたが、先制点には至りません。先行チーム、スコアボードにゼロの文字が入ります。左の野口、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは大島、内角高め見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、外角高め、外れてボール。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げた、打ちました、破った。大島、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、投げた、完全に外れた、ボール。第2球投げました、危ない球。第3球はバントしました、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球、アウト、ランナー二塁に進みました。先行チーム、先制のピンチを迎えます。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ、投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、二塁ランナー三塁へ向かう、ファール。第4球は打ちました、切れていきます、ファール。投げました、打ちました、ファールボール。第6球は打った、ショート右、一塁へ送る、アウト。先行チーム、なおもピンチが続きます。投げた、スラーが決まってストライク。第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、危ない球。次は4球目投げた、ボール。投げた、打ちました、ショート、これは守備範囲内、アウト、スリーアウト、チェンジ。さあリプレイです。三塁までランナーを進めましたが、先制点を挙げられませんでした。1回の裏が終わりまして、先行チーム立ち上がりを生むと、2回の表、先行チーム攻撃に入ります。先頭バッターは立浪、直球に送ってストライク。第2球、2
2球目ストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げました。打ちました。いい当たり。ピッチャー返し抜けた。立浪ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ストレートはボール。投げました。ストレート見送ってストライク。第3球を投げました。決まってストライク。第4球を投げました。打ちました。ファール。第5球投げました。危ない球。投げた。空振り三振。バットアウト。バッターは7番井上。まずは一塁牽制。タッチセーフ。投げた。アウトコース高めいっぱい。ストライク。まずは決めてきました。初球ストライクから打ちました。ライトへ行った。ヒット。ボールは中継。井上いいバッティングを見せました。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。さあ次の投球見送ってストライク。第3球を投げた。アウトコース低め。空振り三振。柳見事なピッチングです。バッターはピッチャー野口。投げた。見送ってボール。第3球を投げた。3球目ストライク。第4球を投げました。打った。1、2塁間へ抜けた。ライトバックホーム。野口ナイスバッティングです。ドラゴンズなおもピンチが続きます。第2球ボール外角低め。第3球を投げました。ボール。第4球は振っていきましたがかすっただけ。次が5球目投げました。ボール。ランナー一斉にスタート。打った。取りました。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。満塁のランナー残塁。2回の表が終わって0対0。先行チームチャンスをものにできませんでした。2回の裏これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは高橋。1球目ストライクから空振り。第3球を投げました。外れた。ボール。投球これから4球目。打ったに当たりだ。破った。高橋いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。あっと行った。入った入った。ホームラン。先制ツーランホームラン。発球は無情にもスタンドへ。初球を持っていかれました。チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは7番堂上。第9球投げました。初球決まってストライク。第2球見送ってストライク。これで追い込みました。投球は3球目投げた。打ちました。レフトへ上がった。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番加藤。第9球投げた。外角高め際どい球。ボール。第2球投げた。低め際どい。ボール。投球は3球目投げた。危ない球。次は4球目投げた。4球目ストライク。さあ5球目決まってストライク。第6球を投げました。直球空振り三振。三振に切って取りました。バッターはピッチャー柳。投げました。1球目ストレート空振り。タイミング合いません。1球目空振りから打ちました。中村落下点に入った。取ってアウト。3アウトチェンジ。2回が終了しまして2対0。
先攻チーム先制点を奪われています。先攻チームこの回は上位打線から始まります。トップバッターは福留。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。初球ストライクから第2球投げました。まっすぐ見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました。1球外してボール。第4球を投げました。打った。痛烈な当たり、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番関川。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げた、ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、カットボールはボール、外角へ。さあ4球目、縦のスライダー空振り。投球これから5球目、流し打ち、どうだ。高橋軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番ゴメス。低め外れてボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、外側決まってストライク。投球これから4球目、ボール。投げました、縦のカーブ、外れてフォアボール。左バッターボックスは立浪。今日2度目のバッターボックス、投げました。変化球ストライク、低め、まずは入れてきました。第2球打ちました、セカンド右抜けるか、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー残塁です。3回の表が終わって2対0、ドラゴンズ2点リードは変わりません。ドラゴンズこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは大島。第9球ボール、投げました、外角低め、見送ってストライク。投げました、打った、ファウルボール。次が4球目、投げました、流し打ち、ゴメス、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9球スラウバーボール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、打った、ゴメス、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第9球投げた、決まった、ストライク。少し迷ったか。第2球投げた、打ちました、セカンド右への打球、セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。野口この回きっちりと3人で抑えています。序盤終了しまして2対0ドラゴンズ、現在2点。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは山崎。今日の第1打席はスイングアウト。ドラゴンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。1球目ストライクから第2球投げた、打ちました、柳、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番井上。第9球ストライク。投球これから2球目、変化球ストライク、インローへ。これで追い込みました。追い込んで投げた、一つ外した、ボール。投げました、縦のスライダー、ボール。第5球投げました、打ちました、左中間へのフライですがこれはヒットになります。打球が転がっている、ボールは中継、井上ツーベースヒット。バッターは8番中村。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。2塁タッチセーフ。第9球投げました、見送ってボール。第2球ストライク。第3球ボール、インハイへ。投球これから4球目、打った、ドノウ交代、ヒット。井上三塁回った、先攻チーム1点返しました。中村タイムリーヒット。さあこれでワンアウトランナー1塁。
バッターはピッチャー野口。第9球投げました。初球から振ってきました。ピッチャーの右へ転がした。二塁フォースアウト、セーフ。一塁はセーフ。ダブルプレーなりません。打順は1番に帰って2位。第9球外角高め見送ってストライク。まずは決めてきました。初球ストライクから見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました。ボール。第4球を投げた。変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。4回の表が終わって2対1、先行チームこの回1点を返しています。4回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッター初球から打ってった。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには高橋。これが2度目のバッターボックス。第2球、インロー際どい球、ボール。投球は3球目、投げた。インコース引っ張った、ヒット。高橋一気に二塁へ。高橋ツーベースヒットを放ちました。リプレイをご覧ください。先ほどツーランホームランを放っている平田。投げた。インローへ、変化球外れたボール。二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ。二塁はセーフ。スラーブ見送ってストライク。第3球を投げた。打ちました。いい当たり、セカンドライナー。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第9球ストライク。第2球投げた、ストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球は完全に外れた、ボール。第4球を投げました。インハイ、空振り三振。野口三安打になります。ワンアウト二塁のチャンスでしたが、得点には結びつきません。4回の裏が終わりまして2対1、ドラゴンズ先行チーム、この回は2番からの好打順。先頭バッターは福留。今日はピッチャーゴロとライトフライ。第2球投げました。2球目ストライク。第3球を投げました。1つ外してボール。投球これから4球目、ボール。さあ投球は5球目。投げました、高め、ボール球打った。高橋取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどのプレーです。バッターは3番関川。今日3打席目。第9球投げました。決まった、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、打ちました。ボールはライナーで右中間へ、ヒットになります。打ったバッター一気に二塁へ向かう。関川いいバッティングを見せました。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。さあリプレイです。バッターは4番ゴメス。ひときわ大きな声援が聞こえます。ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。第2球投げた、2球目ストライク。追い込んでから投げた、打った、三遊間の当たり、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。投げた、カットボールはボール。振り返って二塁牽制球。投げた、二球目空振り、タイミング合いません。投げました、打ちました、セカンド正面、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。二塁ランナー関川残塁に終わりました。5回の表が終わって2対1、ドラゴンズ1点リードは変わりません。
5回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは加藤。今日の第一打席はスイングアウト。1球目ストライクから低め際どいボール。第3球は打ちました。山崎取った。山崎そのままベースを踏んでアウト。バッターはピッチャー柳。第9投げました。ストレートはボール。第2球投げました。インコース高めストライク。タイミング合いません。第3球を投げました。打った。ファール。第4球を投げました。ボール。第5球投げた。打った。流し打ち。ファールボール。投げた。ボール。投げた。内角低め見逃し三振。第9球インコース低めいっぱいストライク。初球ストライクから第2球アウトローを見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた。アウトコース低めいっぱい見逃し三振。野口ナイスピッチング。最後は見逃し三振に仕留めました。前半が終わりまして2対1ドラゴンズ無得点で終了です。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは山崎。今日は三振とピッチャーゴロ。見送ってストライク。投球これから2球目決まってストライク。第3球を投げた。空振り三振。柳3球で仕留めてみせました。バッターは7番井上。投げました。ストライク。まずは決めてきました。第2球投げました。打ちました。これはピッチャー真正面。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは代打陣野に変わりまして、バッター陣野。第9球ボール。第2球アウトサイド空振り。少し迷ったか。投げました。打ったいい当たりだ。入れば同点だ。センター下がった。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。陣のツーベース。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。バッターはピッチャー野口。第9球投げました。外れた。ボール。第2球投げました。空振り。第3球を投げた。ストライク。追い込んで投げた。見逃し三振。先ほどのプレーです。6回の表が終わって2対1ドラゴンズ1点リードは変わりません。さあここは守備を変えてくるようです。ピンチヒッターはアルモンテ。第9球投げた。決まった。ストライク。1球目ストライクから打ちました。山崎バックしていった。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。さあリプレイです。バッターは3番福田。今日はショートゴロとセカンドゴロ。第9球投げた。スラウダーボール。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げました。見送ってボール。第4球を投げました。打った。痛烈な当たり。抜けた。福田ナイスバッティングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは4番ビシエド。今日はショートゴロとセカンドゴロ。直球見送ってストライク。第2球投げました。2球目空振り。タイミング合いません。追い込んでから第3球をボール。
第4球を投げました。打ちました。1、2塁間への当たり、抜いていった。ボールは中継、ビシエド、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。今日2本のヒットを放っている高橋、第9球打った。2塁ランナー3塁へ、ファール。第2球投げました。アウトローへ、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、外角低め、外れてボール。第4球を投げた、ボール。投球これから5球目、真ん中、空振り三振。バッターは6番平田。第9投げた、初球空振り。第2球投げた、インハイ見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球は1球外した、ボール。第4球を投げた、ボール。投球これから5球目、打った、ショート、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。ワンアウト1塁2塁のチャンスでしたが、得点には至りません。中盤まで終了しまして2対1、ドラゴンズこの回の攻撃は、さあここは守備を変えてくるようです。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターはリー。今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げました、アウトコース、ボール。投げました、直球空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、アウトロー、外れてボール。投球これから5球目、打った、これは強烈、ピッチャー返し。リー、ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは2番福留。今日はここまで3打数ノーヒット。投げました、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、アウト。ランナー2塁に進みました。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。第9ボール、投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、真ん中決まってストライク。次が4球目、打ちました、いい当たり、入れば逆転だ。ワンバウンドヒットになる。ボールは中継、ドラゴンズ逃げ切り失敗、追いつかれました。2対2、同点の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは4番ゴメス。大きな声援が届いています。投げた、マシンで捉えた、サード強襲、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9初球に送ってストライク。第2球投げた、危ない球。投球はこれから3球目、外れた、ボール。第4球を投げた、ストレートに送ってストライク。次は5球目、インコース引っ張った、ファール。投げた、ボール。第7球を投げた、ストレート、空振り三振。バットが空を切りました。リプレイをご覧ください。柳、辛くも後続を三振に切って取りました。7回の表が終わって2対2、先行チーム同点となっています。代打は強打。第9投げました、変化球アウトローへ、ボール。第2球投げました、ストレート空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、3球目ストライク。投球これから4球目、外角高め、空振り三振。バッターは8番加藤。今日は三振とファーストゴロ、変化球ストライク、インコースへ。初球空振りからインロー際どい球、ボール。第3球を投げました、ストライク。
第4球を投げました。流し打ち、どうだ、ファウルボール。投げた、直球、空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは代打、井領。第1球、投げた、見送ってボール。第2球、投げた、2球目空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、あっと引っ掛けた、山崎交代、ファール。さあ4球目、ボール。投球これから5球目、打ちました、これは内野ゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。野口、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。7回の裏が終わりまして、2対2ドラゴンズ。柳降板、マウンド上ピッチャーは福、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9投げた、初球はストライク、伸びのあるストレート。第2球、危ない球。第3球を投げました、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、ボール。投球これから5球目、147キロ直球、空振り三振、2者連続三振。投げました、初球空振り、バットが空を切りました。第2球、高めギリギリいっぱい、ストライク、これで追い込みました。追い込んで投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、打ちました、強打、ボールを取る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番鈴木。第9球、ボール。第2球、投げました、セーフティーバントだ、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。先行チーム、結局この回3人で攻撃が終わっています。8回の表が終わって2対2同点です。ドラゴンズ、この回1番からの好打順になります。左バッターボックスはトップバッターの大島、投げた、まっすぐ見送ってストライク。第2球、投げた、外を際どい、ボール。第3球を投げた、ボール、インコース高め。第4球を投げた、見送ってストライク。追い込んでから投げた、打ちました、引っ掛けた、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからセカンドの守備に入っています。エンド、投げました、危ない球。第2球、投げました、ストライク。第3球を投げました、スラーブはボール。第4球を投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番福田、これが4度目のバッターボックス。第9球、初球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球、投げました、ボール。第3球を投げた、顔の前通過。第4球は打った。第5球、投げた、打ちました、ショート正面、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。野口、上位打線を三者凡退に仕留めています。8回までが終了しまして、2対2現在同点です。福、降板、マウンドに上がったのは岡田、今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げた、ボール。第2球、投げた、危ない球。第3球を投げた、高め決まってストライク。さあ4球目、4球目ストライク。投球これから5球目、危ない球。次は6球目、投げました、打ちました、フラフラッと上がった、キャッチャー落下点に入りました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って2位、今日はここまで4打数2安打1三振。第2球、投げました、打った、ファウルボール。第3球、1球外してボール。
さあ4球目、低め外れてボール。さあ5球目、初球見逃し三振、ギリギリのところに決まった。左対左の勝負になります。初球打ち流した、サード頭上を越えた、クリーンヒット。福留二塁も狙う、福留ツーベースヒット。ドラゴンズピンチを迎えます。先ほどのプレーです。ここまで2安打の関川、先行チーム、ここは何としてもランナーを返したいところ。初球スラーバー空振り、タイミング合いません。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、スラーバーボール、アウトローへ。第4球を投げました、打った、うまくカットした、一塁へ送る、頭から滑り込む、高橋ファインプレーが光りました。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。9回の表が終わって2対2同点です。9回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターはビシエド。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、打ったいい当たりだ、右中間へのフライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは高橋。第9球投げた、打ちました、初球打ち、ゴメス下がっていった、レフトからセカンドへ、高橋いいバッティングを見せました。さあワンアウトからサヨナラのランナーが出ました。バッターは6番平田、今日はツーランホームランを打っています。流し打ち、ライナー、ライト前のヒットになります。ボールは中継、平田ナイスバッティングです。先行チームサヨナラのピンチとなりました。さあこれが試合を決定づける場面となるか。先行チーム外野は浅めの守備を取ります。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げました、空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、ボール。投げました、打った、セカンド、あっとインフィールドフライになりました。二塁キャンパスの横、取りました。これでツーアウト、ランナー一塁二塁変わりません。さあ次の投球、危ない球。投球は3球目、投げました、3球目空振り、少し迷ったか。次が4球目、投げた、打ちました、掴んで、これでスリーアウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。野口やりました。岡田降板、右のマルティネス、今日4人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9球投げた、きた、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、発球は無情にもレフトスタンドへ、初球を持っていかれました。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。バッターは5番立浪、今日5度目のバッターボックス。第9球投げた、ボール。投球これから2球目、フォーク決まってストライク。第3球を投げた、ボール。次は4球目、投げた、見送ってストライク、伸びのあるストレート。投球これから5球目、ボール。
第6球を投げました。打ちました。強打、掴んだ。ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番山崎。ここまで2打席連続三振。投げました。初球フォークボール空振り。第2球投げました。外角高めいっぱい、ストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました。1つ外したボール。第4球を投げました。インコース引っ張った、ライナー破った、クリーンヒット。レフトからセカンドへ、二塁タッチはセーフ。山崎ツーベースヒットを放ちました。リプレイをご覧ください。今日2本のヒットを放っている井上、先行チーム追加点のチャンスを迎えています。さあ次の投球、見送ってボール。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げた、打った。一、二塁間ライナー破っていった。井上いいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。先行チームダイソーを送ります。大西一塁に入りました。バッターは8番鈴木。先行チーム追加点のチャンスを迎えています。さあ次の投球、見送ってストライク。伸びのあるストレート。第3球は低め、フォークは外れてボール。次は4球目、投げた、打ちました。セカンドの左、ゲッツーコースだ。一塁送球、一塁セーフ。先行チームリードを2点に広げます。4対2。記録はフィルダースチョイス。バッター種田。第1球投げた、1球目ストレート空振り。いきなり156キロ。第2球投げた、外角高め見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げました。1つ外してボール。第4球を投げました。空振り三振。まさに日の出るような直球。ここまで2安打のリー、投げました。初球見送ってストライク。いきなり154キロ。第2球投げました。まっすぐ空振り。タイミング合いません。二塁牽制、二塁タッチセーフ。追い込んで投げました。1球外したボール。さあ4球目、157キロ直球。空振り三振。ボール球で仕留めました。延長10回の表が終わって4対2。先行チーム2点勝ち越しです。野口降板、そして最後は守護神の孫、今日2番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。第1球投げた、打った。これはサード真正面、渡辺ボールを掴んだ。一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って大島。今日はここまで4打数1安打1三振。投げた、初球落ちるスライダー空振り。第2球投げた、直球見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、打ちました。ピッチャー返し、抜けた。大島ナイスバッティングです。バッターは2番遠藤。第1球高速スライダーはストライク。まずは決めてきました。一塁牽制、一塁タッチセーフ。さあ次の投球投げた、内角低め見送ってストライク。これで追い込みました。投球はこれから3球目、外れた。二塁送球はどうだ。これは悠々セーフ、盗塁を許します。第4球を投げました。これはバットの根元、山崎一塁キャンバス踏んでアウト。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは福田。第1球投げました、直球決まってストライク。初球ストライクから投げました、空振り。さあ次の1球が最後となるか。投球はこれから3球目、打った、ヒット。ドラゴンズ1点返しました。福田タイムリー。さあこれで2アウトランナー1塁。先ほどのプレーです。バッターは4番ビシエド。今日はここまで4打数1安打。
さあ次の投球投げました。高速スライダーボール。第3球を投げました。打った痛烈な当たり、センター落下点に入りました。掴みました。ゲームセット。ドラゴンズ敗れました。ただいまの試合はご覧のように